疲れ様です。ああ、お疲れ様です。ご無沙汰します。もします。柴田です。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、どうも。いやー、大丈夫ですか、今。はい。あ、大丈夫ですか、今。あ、大丈夫です。はいはい。いやー、僕はですね、まずですね、あれなんですよ、番長の2回目を勝手に開催しようと思ってですね、ベルトがなくてもやろうと思ってるんですけど、はい。まあなんかベルトがあった方がなんか、いいなっていうのがあってですね。多分、その、多分メグさんにベルト返しても、多分メグさん2回目やんないと思うんですよ。多分やんないんじゃないですかね。まあ、結局、なんか赤字だったみたいだし、何も残ってないじゃないですか。はいはい。要は、優勝した腹切りが解散して、はいはい。で、多分、誰も、しげまちゅーぶも、宝部領事も、なんだっけ、はまっこジャパンも、みんな、要は、全然上に行かなくて。そうですね。多分 YouTube で、今、YouTube で飯食ってるのって僕だけだと思うんですよ、あのメンバーで。ああ。はいはい。だからなんか、その、番長を開催した意味自体が、まあなんていうか、多分、なかったというか、なかったんじゃないかなって。多分、メグさん的にもですね、次多分やる気はね、ないと思うんですよね。ということで、メグさんに聞いてもらって。いやいや、もう関係ないじゃん、だって。いや、もうだって YouTube やめるんだったら、もう関係ないでしょ。それも、おい、ゼニー、お前なんで腹切り解散になったんだよ、お前。腹切りはいろいろあったんで、まあ、ここで活動していくんで。ここで活動してうまくいかずないじゃん、そんなの。母体があって、腹切り万歳と母体があって、ジャッカスだってそうじゃん。はい。ジャッカスだってそうじゃん。ジャッカスっていう母体があって、ね、スティーボとかさ、バムとかがさ、それぞれで企画やるみたいなさあるけど、それやっぱジャッカスっていう母体があるからなんだよ。まあそうですけど、腹切り万歳が、まあ決まったことなんで。決まったってなんだよ、誰が決めたんだそれ、この野郎。動画撮ってんすか。動画撮ってねえよ。おい、ゼニー、お前言っとくぞ。俺は番長でさ、俺の動画が一番面白かったって思ってんだよ。面白かったですね。うん。で、腹筋なんかはさ、要は、すごい安全牌できたじゃん。予選の動画に比べればさ、だいぶぬるい動画できたじゃん。狙いに行ったんで。はい。うん。で、俺は、あんな勝ち方は俺は納得してないし、これで腹切りが解散するって言ったら俺は勝ち逃げだと思うから、俺はそういうの許さねえよ。おい腹切り、ゼニム、お前そのベルトをただ返還するってだけじゃ俺は許さねえぞ。お前最後にそのベルトかけて俺と最後に防衛戦しろ。こら、防衛戦だよ。で、お前が勝ったら、そのベルトを、ね、そのメグに返すなり、ね、燃やすなりすればいいよ。でも俺はあの時、あの勝負で、自分のこと勝ったと思ってるし、今、防衛戦って何ですか？防衛戦っていうのは、俺と、お前が一本ずつ、動画出して、どっちが面白いか決めてもらうっていうんだよ。いや、それはどっちでもいい。腹切りとして出せばいいけど。というかね、
みんな腹切り万歳っていう存在を知ってるみんながまだ腹切り万歳の開催について知らないし、納得してないやつもいるし、ね、釈然としないやつもいるんだよ。だからそれをちゃんと動画で俺と決着つけろよ。防衛戦しろ。おう、マジっすか。マジだよ。俺と腹切り万歳二人の勝負だ。いいか、覚えとけよ。俺の名前は柴田。 YouTube で一番面白い男だ。